ました。ありがとう、こんにちは。こんにちは。今日はちょっとだけです、多分。30分もしないと思います。夜もね、多分できない。そう。カナピー。6月もかわいい。そっか、6月じゃん今日。ありがとう、手紙もペンライトも。そっか、もう今日6月なのか。あっという間ですね。あっという間すぎる。あ、指ハートありがとう。皆さん気づきますか、私が前髪を切っていることに。今日の朝切った、さっき切った。まあ、でもちょっと私はすごい頻度で前髪を切るから、気づきますかとは言っても本当に何ミリかしか切ってないんですけど、でも揃えた。そう、前髪大成功。なんか分けるか悩んでるって言ったけど、多分パッツンで出ますね明日の前座は。はい、メンバーが今日の夜配信の、え、そうなんだ、なんでだろうね全然わかんないみんなの予定を知らなさすぎる。明日の全然楽しみ。え、本当に私も楽しみ。絶対なんかさ、メイクの工程忘れてるんだよね、なんかを。だってすっごい早く今日化粧終わったもん。あっという間だった、本当に秒だったから。多分何かを忘れてるんですね私は。からしていきます。あ、キセイさん今日からアイドル3年生。ああ、そうなの。え、もうそうなんだね、すごい。愛ありがとう、たくさん。そう、ハートもありがとう。月が変わって6月、確かに梅雨入りした。するの、梅雨入りって言われるよね。そう言われる。あ、そうじゃん、今日鉄泊でトークショーか。行かれる方は楽しんでくださいね。よいしょ、またありがとう。行かれてるの、もう行ってるのか。大宮か、大宮だよね鉄泊って。ありがとうございます、流れ星。あともありがとう。この服、ここが伸びてるから、うんなんか整理券も、そうなの、そうなんだ、うん、こんにちは。よいしょ、すん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 、オッケー。日焼け止めを塗らなくてはならない。え、どうなんだろう、今日って暑いの、わかんない、気温わかんなすぎ。前髪いい感じ、そう前髪めっちゃいい感じなんです。今日暑い、今日切ったからいい感じでなくてはまあ困るというところではあるけど。待って、アラーム鳴ったそうだ、この時間から私配信始めようと思ってアラームかけといたんだ。したら全然早く始めちゃった。それより、お手紙もありがとうございます。大阪でも NGT のコメント、本当にありがとう。そう、ありがとうね。10分早め、そうなんか終わったら、準備終わったらって思ってて、思ったより早く終わったみたいです、私が似合う、ありがとう。本当もありがとうございます。そう、今スーパーで買いますそうかそうか、あれ KLP って今日から。唇ありがとうございますね。なんか ここの触覚がこうなってくれればいいのに、ならない。
なんかさ、ここのさ、触覚さ、ここぐらいで切るとするじゃないですか。え、どうしよう、どうしようね。そうね、KRP 今日からじゅんちゃんのそこが試合が、うん、そっかそっか、そうだよね。ジカルタンで握ってみる。お、ね、今日からか。こんにちは。待って、やっぱりここに。めっちゃなんか音するんだけど、外から。うるさい。全然忘れたとこも忘れてる。ね、草刈りちゃん、マジで面白い。なんなの？なんなの？朝からずっとうるさいの、外が。もう起こしてるのって思った。近所騒音レベル。ハートありがとうございます。こんにちは。絶対あの工事現場とかにあるなんとかデシベルみたいなやつがあったらめっちゃうるさいと思う。なんかピンがマイブームでさ、めっちゃさつけちゃうんだけどさ、つきすぎなんだよね、普通に頻度的に。手紙ありがとう。そう、早い時間だと困っちゃう。目覚まし時ね、めっちゃそうなの。なんか自分が思ってる時間より早く起きるのがすごく嫌だから、まあしょうがないんですけどね、ちょっとねって感じではあります。こんにちは。でも今日目覚まし全然気づけなくて、8時前に起きる予定だったのに全然8時過ぎた。そう、びっくりした。全然なんか起きれなかった今日。こんにちは。そうか、今日から6月なのか。疲れてるのかしら。そんなことないはずなのに、なんでって感じ。もっと早起きだと思った。そんなことない。そう、あ、そう、フォロワーさんが増えてくださってて、なんかあと12人で1600人行くみたいで、また1600人行ったらもう長時間カラオケでもしようかな。カラオケでもしようかなと思っておりますところです。あの歌を覚えようと思って、最近アイスの口づけとセブンティーン歌えるようになりたくて、歌ってみようと思ってるんだけど、ちょっとまだ無理。ちょっと後回しやることがあるから。そうなんだ。そう、まあ1588人、なんかもう増えるのも嬉しいけど、なんか減らないようにしようって思って、減っちゃうの悲しいから。フォロワーさんが減ってるのが悲しいから、減らないようにねって思ってる今。減らないようにって思って生きてます。そう、こんにちは。準備しかできない。急に、こんにちは。全然このから、え、入ってないの？初めて知った。え、入ってないの？じゃあ口パクでセブンティーン、誰でも君が一番だってやんなきゃいけないの。入ってないんだ。アイスの口づけは入ってる。口づけ調整でダダ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 。こんにちは。あとなんかあったかな。でも私毎回同じような曲歌っちゃうから。アイスの口づけの曲調好きなんです。え、入ってないの？入ってるよね、アイスの口づけは。フォローありがとうございます。こんにちは。なんかさ、歌いたい曲に限って入ってないとかあるよね。アイスは
った気がする。あ、じゃあよかった、覚える甲斐がある覚える甲斐がありました、よかった。あと11人、そうだね、ありがとうございます。6月中に1600人行けたらいいなぐらいの気持ちで頑張ります。あ、お手紙ありがとう、こんにちは。これ記憶だから不確かだけど、調べよう、調べてみる。あー、あ、アイスの、あ、入ってる、アイスの口づけ。入ってない、セブンティーン入ってないんだ。ほうほう、ね、なんだろうな、テロップ。頑張ってください、ありがとう。よかった、よかった。紀ノ国屋書店から来た。あ、ミエルティーかな、アビスかな、どっちだろう、でも両方かなそう、今日グチャだね。そう、カラオケ配信は、そう、検索はできるんですよ、歌えないけど。そう、そうなの。こんにちは、固定コメント、そろそろ変更されたら。え、そう、なんかさ皆さんのおかげでさ、ゴールデンダルマ2位になれたじゃないですか。で、2位になったら焼肉って書いてあったじゃないですか。来なかった、なんか5月中って書いてあって、昨日までだったから連絡来るかなって思ってたら来なかったえ、だから ないのって思って、そう、びっくりしちゃった、ないんだと思って、そっかそっかってなったそう、昨日それをね、ももちゃんと話してて、あれいつだっけってなって調べて、5月中に連絡が来ますみたいな書いてあったから、5月中なのかなって思ってたら全然来なかったあっという、なんか気長に待ってよ、なんか忘れられそう、待ってたらショールームさんショールームさん連絡お願いします。そう、もしあるのであれば、ないならないって言ってください、ないなら初めからないって言ってください。そう、それは確認すべきだと思うね、思う。でもさ、マネージャーさんにさ、あの焼肉なんですけどって言ったらさ、え、焼肉何のことですかって言われそうじゃんだから言えないまあちょっと待ってみます。松坂牛とマンゴー、それはなんかさ、遅そうだなって分かってるからいいんですけど、そう、ゴールデンダルマの方が、そう、固定コメントで思い出した、だから書いておくね、届くまで届くまでゴールデンダルマありがとうございますって書いておきますね。もうせっかく2位になれたから、あまりああいう機会はないから嬉しかったんだけど、悲しい。スタッフさん持って帰ったんじゃない、やばすぎでしょそれは、さすがにないと思います。それはびっくりだよね、めっちゃびっくりした。昨日来ると思ってたからさ、連絡が、その5月中だったからね、もう6月じゃんと思って、そういえば今日みんなのコメントで今日6月じゃんってなったそう、そうそう、悲しいよ、めっちゃなんだって感じ、ないのかないのか。あ、今日40日目みたい、急にスクショを共有し始める。イエーイ
打ち上げるしてあげるか焼肉行きたい焼肉って言ってもいいかも。やばいね、それでなかったら嘘つきすぎる流れ星ありがとうございます。ウィンクできない、こんにちは。そうウィンクできないんだよね、コンサートのグッズすぎてごめんなさい。え、それやばくない？それはさすがにやばいじゃん。大丈夫なの？それは。こんにちは。40日。イエーイ40日。セブンティーンあった？ダムカラオケ検索したらセブンティーンあったけど。え、じゃああるのかな？さっき調べたらなかった。なんでだ？どうして？私の画面にはないの？セブンティーン。急にここしか踊れないし。40日おめでとう。ありがとう。あっという間ですね、40日。なんか途中一回、まあ、毎日チケット使ったりしてるからあっという間すぎて。ショールームのカラオケだみんなコメントでお話ししてる。確かにそうだね、そうかもね。こんにちは。半までやろうかな、40分までやろうかな。いや半までにしよう、半までにします。セブンティーン歌おうとしたら断念してた。あ、そうなんだ。リカさんの卒コンでやってたっけ、セブンティーン。ね。はじめまして。ありがとう。はじめまして。そう。面白すぎ。でも、そう。あとなんかあったっけな。ショールーム系で。めっちゃ工場音聞こえる。工場音っていうの、工場音じゃなくて。そう、こんにちは。やばいよね、うるさいんだよね多分めっちゃ悲しいですよ、うるさくて。工事音か、うるさすぎてごめんなさいって感じ。いや私が一番嫌だけど工事音だった。しばくんですよね。そんなのないのにさ、何も完成しないしさ、何もないのにさ、そったらどっからこの音してんのって思う、いつも。何もないのにってなる。そんなの気にならないすごい。そう、工事音で起きたりしない。え、なんかうん、うるさいってなるときはある。起きて、うるさいうるさいうるさいってなるときはあるけど、まあ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 、知らないうちに頼まってて、そう、面白すぎる。入るの人そんなにそう、ごめんね工事してて。えー、それなんで謝ってるの。ごめんじゃないよごめんじゃないよ、コマの口癖。ごめんなさい、ごめんじゃないよあれなんだっけ、なんかそんな感じだった気がする。こんにちは、ごめんじゃないよだっけ、なんだっけそう、こんにちは。カラオケしたいな最近さ待って、おい笑えるじゃん、おい浩二笑える待って、おい笑える、懐かしすぎる、懐かしいっていうか、おい笑える、やばいおい笑えるそう、こんにちは。なんかな、あ、なんか言おうとしたのに忘れちゃった。なんだっけ、待って、おいコーチ笑えるで、待って笑、なんだっけ、何の話しようとしたっけ私。あ、そうあ、ちょっと待って、でも違うことなんだけど、もう一個思い出したことがあった。あのみゆみゆさんの755に私の、みんなサホリン呼びしてるじゃんっていうのがあったのを見て嬉しかったっていう話をしておき、あ、そう言おうと思ってたんだ。そう、歌唱力の時かな多分、だからつい最近サホリン呼びしてる男、え、増えた気がする。でも本当にあれからそう、でもそう書いてくれたのが嬉しかったですね。私もね755ね、まあ iPad に入れててスマホは容量がなくて入ってないんだけど、前も配信で言った気がするんだけど、
iPad に入れてて755を読んでいるので、そう読んでたらあってなった。ソーリンちゃんでも大丈夫。え、待って待って、違うよ、そうじゃなくてみんな呼んでるけど私のサホリンって書いてくれてたのが嬉しかったよっていう話。そうまだあるんだね、みんな755まだあるんだって。まだありますよ、私もやりたい。いやでもチャットでいっぱいだからね。そりゃそう、あそうスタコレマッシーさんの今日からですよね、開こう急に開き始める。そうスタコレちょっと見たい見たい、私も気になってるんだった。見ます、ちょっと見るね。アンインストールしてしまったわしてしまったのか。そう私3日連続ログインボーナスだよスタコレ、すごくない？めっちゃログインしてるよ。12時から見たい。あそうなの、ふむふむ、気になるね、気になります。12時からだよねこれ、そうなのね、うんうん、いやなんかわいい、待って本当にさ抑えないと感情、マハで話題流れる本当にさ12時まで配信してくれるから、できないんだよね今日。これコメンタリー見たけど最後の方普通に好きやね、本当にまだ恥ずかしくて見れてない。でも見てくれてありがとうございます、コメンタリー。いやでもなんかあれはパート1って多分初めに言ってるんですけど、いや本当に今日は30分でやめる、あの振りとかじゃない、そうあのコメンタリーでパート1って言ってるんですけど、まあパート1っていうことはっていうことなので、ぜひまだ感情が抑えられてる方なのでぜひ見てくれたら嬉しい。こんにちは、そう明日開放配信かな、そっか明日私前座だよ、そうだよみんな、私は早朝からこうやっておはようって言って、みんな下こりありがとうね、ポチポチポチっていう未来も見えなくはないけどコメンタリー昨日見れなかったから配信後見、ありがとう、パート2は感じやばい、まあまあ お楽しみにです。今後ちょっと記憶ないんだよねあんまり、私レジオン何かがあるのかこんにちは、こんにちは、そうそう同じ部屋やりました、ね、そうなの、そうなの、マシーさんが選んでくださって、もうなんかもうありがたい、ありがたい、ありがたいです、本当にありがとうございますです。なんか本当にこんな私のこと、明日昼夜だから無理しないでね、優しい、ありがとう。そう実は昼夜、待って実は昼夜、超久しぶりの昼夜、久しぶりすぎる。明日昼夜は私最後に出たの5月の何日だっていうぐらい、5月の19日だって、1週間2週間ぶりとか、確かに5時からはしないって前言ったやん朝5時配信、なんで、すごい、なんでとかではないのか、すごい、されてもこっちが困る、起きれないよねみんなも。あでも意外とさ皆さん起きてくださったりとかさ、通知で起きましたとかあってもちょっと申し訳なかったけど、そうあの日は夜公演だけだったからあの寝られたのね一回、あれは1年起きて、すごい、そうレニアさんの生誕祭の日以来です、私の昼夜前座は。5時はちょっと起きれない、わかるよ、私もだよわかるよ、この間5時配信を見たの、来た、確かに来てくださった方、そう明日多分5時くらいに起きます、すごい、そっか新幹線とかか、可愛い、ありがとう、こんにちは。そう今日はメイクをしています、
めちゃくちゃちゃんとメイクしてるし、コンタクトも入れてる。いつもメガネだからさフォローありがとうございます。平日は5時起き、すごいね。本当にルームに入って寝るしかないそのログインボーナスみたいなシステム面白すぎるでしょ。訪問回数がね増えるもん。確かに明日6時起きで仕事だ。いい、頑張って。そっか、お仕事の方もいますよね。頑張ってください。明日は2時起きだ。どういうこと？午後ってこと？ごちゃ明けで爆睡。確かにごちゃが4時半までだから、リアタイしてオールしたら5時から配信できるけど、そしたら私前座で死んじゃうからできないよ。そう、今日7時に言ってくれちゃう。おー、いいですね。すぐに明るく、確かに明るくなるの早いよね最近多分。なんかパッてさ、なんか変な時間に目覚めたりとかする時あるじゃないですか。でパッて外見たらカーテンから光がさ、こうこぼれててカーテンから光が漏れてて、なんかもう明るいんだとか思う。めっちゃ自然光で2割増し。あ、そう、意外、そう、今日自然光もつけてる、つけてる、カーテンが開いてるから。晴れ、なんか本当に私起きれない時はカーテンを開けて目を覚まそうっていう心意味うちゃんの時間やさうちゃんの配信時間長いけん。そっか面白すぎる。それでも時間が大変だ。踊ってて寝やますぎ。カーテン開けて寝ると朝日で起きられるよ。あー、夏は早いよ。睡眠時間足りない。だって、あ、そっか、めっちゃ早く寝ればいいのか。光合成大事。確かに時期だとカエルとかなきゃ。そっか、鳥の声はでも聞こえる。焦る、鳥の声聞こえてくると。もうそんな時間4時前に。そう、めっちゃ早いからさ、寝起きに太陽。そうなの、待って、なんか変な、ちょっと触ったらやべ、さっきうまくいってたのに。 OK かっこを泣いてた。かっこってどういう鳴き声？ポーンタタタタタタみたいなリズムが鳩でしょ。ポーポポーみたいなやつ、それしかわかんない。リップ塗ろうと。何の曲かと思った。それはキジハト。そうなの？じゃあ私キジハトの声を聞いてさ、めっちゃ生きてきたってこと？無意識に。昨日ももちゃんが寝起き配信、あれ、あ、なんかやべ、寝てましたの配信かな。昨日ちょっとももちゃんの配信見に行ったんだよね。歌ってたし。そう、トンビの鳴き声。トンビ、ご、そうちゃん肌白いから日焼けしそう。めっちゃ日焼け止め塗った今日まず家の中にいても日焼けするって言うじゃないですか。超嫌だ超嫌だ、それはしたくないって思ってる。キジも泣いてる。キジの鳴き声が分かんない。そうなの？じゃあキジっているんだね。じゃあね、ゆっくりと鳴き方どんな開け方してたの、めっちゃ気になるんだけど。いや、でも私ももちゃんとヤクルト飲んだことあるはずなんだけどな。今日は日差しあった、暑い。そうか、日差しがあるとね、キジワキ。そうなの分かんなさすぎる。野鳥とか見に行かないからな。野鳥探検とか佐渡に行けば時が見えるかも。すごい、めっちゃ小学校の時さ、時の教科書に絶対時って載ってるよね。そういえばだけど、めっちゃ見て、教科書のイメージがすごい、地理の隠す時はキンキンと。なんか、そうなんだ。じゃあ、かわいい、起きてありがとう。そう、こんにちは。
んにちは。あと4分で終わるから29、いや30分に男女読みにしよう。そしたらキリがいい。私が意外と男女読みに、そうそういうのやばい。こんにちは。すごい、そう、もう今月は切な感じでドキドキ。ありがとう、今来たばっかり。そっか、今日いつも以上に清楚だね。いつも以上に、なんだろうね、メガネしてないからかな。あと化粧してるから。手紙ありがとう。12時までしないよ、本当にしない、それは。ありがとう。そう、お出かけ、お出かけです。洋服が白なのもあるかも。確かに、いきなり。じゃあ妖怪行くと思います。多分、お、本当に待ってます。今日みんな大体の人がファンレベル伸びるのが早い。どういうこと、どういうこと、どういうこと。唇ありがとうございます。リサがまだ追いかけたし、ありがとうね。そう、月が変わったから。あ、そっか、あ、そう、なんか昨日の夜さ、ショールームのとこ見に行ったらさ、なんだっけ、ファンみたいなところがあってさ、ファンがいませんって書いてあってさ、ちょっと悲しかったんだ。そう、思い出した、配信があって、なんかこうやってファンのとこ見に行ったら、月の代わりの始めて、ファンがいませんって書かれるの。だから早く配信しないと、ずっとファンがいませんみたいな状態。私ファンいないってなって悲しかった。でもそう、配信してないからなんだけど、それは、そう、仕様なのは分かっててもさ、結構ズバッとなんか書かれてて、支援なんとか、なんだっけ、応援者はいませんみたいな、いないの。めっちゃ寂しすぎて笑っちゃった。そう、ファンです、ありがとう。もうさ、今ざっとくじゅありがとう。そう、悲しい。そう、月始めってそれがさ、悲しい。だってさ、先月って見たらボワーって いてくださってさ、皆さんすごいバッジとかもついてすごい嬉しいって思うのに、今月って見たら、昨日の夜に見て、ちょっと多分日付変わって見たから、配信してなかったから、まあそれはそうなんですけど、びっくり。ずっとそばにありがとうね、みんなさん。ありがとう。そうなんですよ、そういうこともありまして、次月変わったらスクショしておこう、その画面。ファンがいません。そう、そう、ありがとうね、フォローありがとうございます。みんな月ごとに応援する。絶対そんなことない。ファンレベル10を達成すれば何ヶ月で、あ、そう、表示される、何ヶ月連続何になりましたって書いてくれると、あ、ありがとうございますってなる、毎月。あ、フォローありがとうございます。そう、あとちょっとで男女読みします。そう、ありがたいことにあとちょっとで1600人になるみたいで、フォロワーさんもね、本当にありがとうございます。こんにちは。今日もいつもしない時間帯だから、ファンレベル10になるとレインボースター1個もらえます。そうなの、レインボースターってすごい大変なんじゃん。じゃあ、そうなんだ、ありがとうございます。そう、あと9人ぐらいで1600人。そうかも、減らないでくれたら、ファンの人がフォローを解除しないでいてくれたら。そう、ありがとうね、流れ星もありがとうございます。そう、ちょっと男女読みします。ありがとうございました。お昼からみんなも楽しんでね、鉄道博物館の方とかも。13位、しげちゃん48さん、ありがとうございます。12位、がわさん、ありがとうございます。11位、すいずみゆさん、ありがとうございます。10位、こばかずさん、ありがとうございます。9位、ガッティさん、ありがとうございます。8位、あんざさん、ありがとうございます。7位、あきらちゃん、ありがとうございます。6位、ビッグラブ子さん、ありがとうございます。5位、パックさん、ありがとうございます。4位、ともやすさん、ありがとうございます。3位、ちーぼーさん、ありがとうございます。
2位コミュニストさんありがとうございます。そして1位セッテンガーさんありがとうございます。ありがとうございました。お昼から来てくれて。そう、私はあこの後お仕事頑張ってください。明日の前座でお会いしましょう。多分夜はね、多分できない、わからない、多分できない、できないです。ほぼ 90% の確率でできないので、もしできたらしますねまあ多分できないです、てかできないですね。ではまた明日前座でお会いしましょう。ありがとうございました。お昼から来てくれて、バイバーイ。